ドラマなり映画なり入るときに必ず一番最初にする仕事が衣装合わせっていう仕事で、自分なりに役者がその役をイメージしてこういうふうに造形を立てるんですけども、衣装さんが考えてきたアプローチ、そして監督がそれに対してどうするかみたいな、この役をこんなふうにイメージされるのかっていうふうに思って、すごくためになりますし、芝居も変わってきます。ものすごくあります。それは例えばマクベスを演じるときはスコットランドの舞台なので来ましたし、そのシェイクスピアが描いたマクベスの舞台、ここに魔女が出てきたとか、実はこのお城で、レディ・マクベスがこの井戸で手を洗った場所とか、その場所に行ってその風景を見てその空気を感じるのはとても大きなことでしたね。さっき言ってたそのイギリスの、ね、イメージで英国御用達っておっしゃったので、なんかすごい肩の張るのを着るのかなと思ってたら、ちょっと意外に柔らかい感じで、もうこういうふうにされてるの、こういう服があるんだ、同じ役だから、要するに一つのこっちの勝手なイメージだけなんですよね。いろんな多面的にこの服も持ってると思うんですよ。あ、これで着させてもらうんだと思って、今すごく柔らかく気持ちよくすごくリラックスして着させてもらって、それは発見でしたね。125年続けようと思って続けられたわけではなく、よし50年やる、100年続けようと思って続けられたわけでもなかったのではないだろうかと思います。つまりクオリティファーストっていうことはずっと変わらないではなく、その時代とかその状況に合うように攻めてもいるし、守るべきものは守ってもいらっしゃると思うんですよね。伝統はね、やっぱりそうやって戦っていかないと続かないと思うんですけど、それを継続されているんだろうなと思いますね。